なんじりたりたはペナペナを妻とし、良き時も悪き時も、戦犯した時も、アシストばかりの時も、永遠の愛を誓いますか？はい。はい。それでは、誓いのキスを。ちょっと待った！私は白紙。あんたバカ？私と一緒に来なさい！いやいや、ミラッシュ。どうもアニメにすぐ影響を受けちゃう人間です。最近、サオの2期、GGO ネットフリックスで見返したんだけど、やっぱりスナイパーっつったらスコープだよね。高台からスコープで覗いて獲物を狙撃する姿、マジかっこよくない？ SA は中学の頃にハマってたんだけど、今見てもかっけえわ。シノも可愛いし、気づいたら朝になってたね。いやー、ほんとアニメって時間が解けるのが早すぎる。朝が近づくとスズメがチュンチュンしてきて、新聞配達のバイクの音も聞こえてきて、現実に引き戻されて絶望するわ。まあ、何がいいかっていうと、スコープを使おう。そして意味わからんギア構成。スプラトゥーンやってなさそうって思われても仕方がない。逆に誰も試したことないギアで奇跡的な発見があるかもしれない。任せろ。スコープになったことによって何がいいって、相手がよく見えるの。遠距離からよく見えるから、舐め回すように狙撃金ができる。あと射程が若干伸びるっていうね。この若干が意外と危ない。命取り。危ねえ。なんか生き残った。許された。絶対今やられたと思ったけど、味方が逆にやられてしまう。あのハイドラ僕のターゲットだね。第一目標、こうやって遠距離から。いやー、やばい。本当のスナイパーって2キロ先から狙撃するの。だから実はスプラトゥーンでぬるい。あんなに GGO を見てきたから、僕 GGO で学んだから、スナイパーの基本ってやつをな。狙撃機どうよ。この冷静たる沈着、全然冷静じゃなかった。こんなにペチャペチャ喋ってるスナイパーいるわけないじゃん。やばい、もちろん冷静に、もっとなんか賢そうなスナイパー目指すわ僕。こちらキロハ、ターゲット捕捉、いつでも狙えるぞ。オーバー、風速5メートル、風向き東、湿度 30%、 ワンショットワンキル。生まれたことを後悔しやがれ。やば、チャージキープないとアサリきついんだけど、行くかこれ。行くか。アサリ入れたら絶対帰ってこれないけど、行くしかない。僕しかない。もうアサリ僕が入れます。拾え、一個でも多く入れるんだ。命を燃やせ。すごい。キャラ効果輝いてる。うわぁ、ダメだな、スプラトゥーン。スプラトゥーンやってるとテンション上がっちゃって、冷静ななんか、こと言えねえわ。おい。いやぁ、気持ちすぎる。やっぱハイドラは、やばい、いた。リッターにほふられるために存在してると言っても、仕方ないね。オッケー、危ない。今どっちに行くかわからんかった。一瞬相手止まると絶対思ったから、止まった瞬間前に行くか後ろに行くか、それをちょっと予測できたね。よし、この防衛線僕に任せろ。西部前線、異常なし。嘘です。めちゃめちゃ異常ある。僕はここから射程圏内に入ったイカを狙撃するだけやねん。ピコーン。狙撃いいよ。狙撃ポケモン。陰湿な狙撃が得意。自分から動かずに射程の暴力をする。これカウントさえ負けるぞ。結構ギリギリ。いや、今のスコープの力出たんじゃない？ギリギリ届いた。そんなことない。スコープのこと多少過大評価してるかもしれないかも。そうじゃないかもしれないかもしれない。いや、そいつだけでも倒す。あー、なんでナイス様。完璧する。まずい。なんかここで、僕のエナドリが発動してる。ちょっと待って。あー、リードされた。まずくない？残り35秒で、リードって。あ、にゃうか。いや、41なら残り1個入れれば、僕らにチャンスあると思うんだけど、ここら辺回収していこう。トラップでもう二度と入れさせない。いやー、ガチアサリ難しいな、ほんと。ここから一人でも多く倒して。ハイドラ任せろ。いやー、足元入れて、倒す。いや、やばい、外した。ごめん、みんな、誰かそいつ。ローラーをやってくれ。ナイス、ナイス。いや、人数より取ってる。誰か一個入れるんだ。こっから主人公補正。逆転して激アツ展開。アニメだったらオープニングのテーマ流れてるね。あ、死にたくない。キルハ、僕は今までこういうシチュエーションの時に何度も逆転してきたじゃないか。今回も君たちに本当の絶望のずんどこっていうのを見せてあげよう。あれ？ちょ、ねえ、やめて、ねえ！もう、スプラ負けても楽しいじゃん。みんなに問いたい。人はどういう時に一番強くなれるか。違うね。人は追い詰められた時に一番強くなれると思うの。アニメの主人公も追い詰められたらなんか最強になるじゃん。ドラゴンボールとか。現実でも定数期限ギリギリになればやる気起きるし、このテスト落としたらマジで終わるって時は真面目に勉強するし、スプラでもわけわからんギア構成で戦うと真の力を発揮できる説。だから僕は朝ギリギリの時間に起きてる。っていうか、テストって意味あるんかな。僕正直意味あるか分かってないんだけど、暗記科目とかさ、覚えないといけない公式とかさ、テストが始まる30分前ぐらいに
ようやくそのページを見てふむふむふむって。でさっき見たばっかりの内容とか覚えてんじゃん。それをそのまま授業テストが始まった瞬間にブブブって書きまくって、でテスト終わった瞬間に全部忘れてるっていう、その繰り返し。短時間の記憶のコツとして自分を追い込むことやで。何にもない状態でテストを受けたら一方的にボコられるのは明らかじゃん。その危機的状況で教科書を見れば脳が生存本能で CPU をフル回転して、カジマのバカ力みたく一気に覚えようとするのよ。それを学んだね中学で。小学生の頃はめちゃめちゃありえないほど別人かってぐらい真面目だったんだけどね、中2で何かが歪んでそこから人生変わったわ。ほんと中学2年生で全て変わった気がする。性格、僕の性格はその中学2年生の頃に確定したね。そのまま来てるわ今。相手のバレるキッズ、そう顔出せないじゃん絶対結局は射程なんだよな。どんだけ腕前があるとしても射程っていう壁はだいぶきついよ。プレイスタイルだけじゃその裏切るよ。あぶり出せあぶり出せ、いけいけ、あいらっしゃい。は今当たったじゃん。なんで今キル入ってないの。ああ今イラッときたけど、逆にイラッとした言葉をいい言葉に変換すれば、あー敵も味方も友達仲良し、一人の命が救われた。よし これみんないいいいよ、いい戦法かもしれない。何かイラッとしたら温かい言葉を連呼することによって自分を温かくしていくっていう。ところでよ、コンビニでおせちの予約始まってたわ。僕の心はまだ9月。センサーありがたい。そのセンサーを磨けて僕が撃つ囲い込みを。いいね、イカはやっぱ一本釣りもいいけど囲い込みで一気に釣っていくのも悪くないね。そこ登ってくる絶対。あーほっぽそうだった、びっくりした一気に撃っちゃったけど、一旦引こう、一旦引いて。今めっちゃ僕生存力良くない、今のところゼロテスじゃない、一回死んだっけ。そんなに死んでない気がする。これが生存リッター。一方的に相手が塗ってくるんだけど、ハダさんホップソーナやん、ホップソーナ、え、お互いでホップソーナこれ消し合えるんかなえ、ホップソーナってホップソーナにダメージ入れるんかな、ちょっと検証ありだな。もしかしたら、いった でホップソーナに大仏乗るんだったら、その相手のホップソーナを先に壊せるみたいな、そういうことができそうな気がする。丸見え4、今日ホップソーナめっちゃ調子よくない、クッソ働いてくれる。おい、あーチャージが若干遅かった、完璧だったのにセンサーの1とか。だがエリアは2、このまま塗り勝てばいいな。このバリア、このバリアから一方的に撃っちゃおう。逃げれない、あまたホップソーナ溜まってる。え、生存率が異常に高いせいでホップソーナの回転率が生産工場みたいに向上してる。工場だけに、どうもホップソーナーカンパニーです。このトラップセッチングして登ってきたところ、ふん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 、後ろにいるんじゃ。あ、なにこれ、ちょおー勝ってた勝ってた、相手トラップの爆風で僕のことを見失ってたな。そんなことある、それか味方がヘイト買ってくれたか。この試合全く死なずにトラップカンパニー、トラップカンパニー、いらっしゃい帰ってったトラップ最強じゃん。お願いリッター弱体化しないで。